どうも、全力投資です。 6月6日木曜日本日も資産公開やっていきます。で、本日の動画では後半ですね、私の持ち株で決算を発表した銘柄がありましたので、本日は持ち株の決算についてお話をしていきます。ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。ということで、まず本日の日本株の振り返りからやっていきますが、今日は日経平均上髭をつけた陰性になっているんですけれども、終わり値としては昨日よりも上昇した1日となっていましたので、本日ももみ合いの中でなかなか方向感のない1日だったかと思います。 日経平均日中の値動きを見ていきますが、6月6日は昨日よりもだいぶ高いところから始まったんですけれども、9時台に高値をつけた後、そこからは5番もじりじりと下げていくような展開になっていましたので、本日は日経平均値上がりはしているんですけれども、1日の値動きで見れば非常に弱い値動きだったかと思います。そんな6月6日の日経平均昨日に比べてプラス0.55%値上がり幅で213円、終わり値で38,703円となっています。日経平均本日は日中の時間帯で3万9000円台を回い 回復するような時間もあったんですけれどもやっぱり3万9000円ぐらいがね上値として意識されているのかなと思います 次にトピックスを見ていきますが今日はトピックス結構値動き激しかったですね寄り付き直後は高値をキープするような感じだったんですけれどもやっぱり弱かったのが5馬ですね5馬寄り直後急激に売られ出しまして終わり値では本日の高いところからだいぶプラス幅を縮小して終了となっていますのでトピックス本日はかなり雰囲気が悪い1日だったかと思いますということで6月6日のトピックス昨日に比べてプラス0.33%値上がり幅で9ポイント終わり値で2757ポイントとなっています はい。そんな一日が終わって私の資産状況どうなったかというと、楽天証券で保有している金融資産額、6月6日は昨日に比べてプラス58,131円となっていまして、証券口座内の資産合計額で3,853万1,912円となっています。昨日、一昨日と私の日本株のポートフォリオめちゃくちゃ値下がりしていたんですけれども、本日はそのマイナス分をほとんど埋められないで終了となっていますので、本日は非常に悔しい一日となっています。 でポートフォリオ全体で言えば0.14%ぐらいの上昇でしたので今日もトピックスのパフォーマンスには勝てていないという状況なんですけれども相場全体を見れば値下がり銘柄数が大体6割から7割ぐらいだったかなと思いますので本日は一部の大型株が指数の値上がりを主導するようなそんな値動きだったかと思います。ということで個別株の状況を見ていくんですけれども今日は建設とか設備関連に関しては値動きまちまちなんですけれども積水ハウスだけがプラス148円ということで大幅上昇となっています。 はい。で、その下 JC リクルートメントとかアルトナー、ヒューマンホールディングス、ワールドホールディングス、このあたりの人材関連の銘柄ですね。どれも弱い値、ね、動きとなっています。で、食品セクターですが、キリンホールディングスが小幅マイナスとなっていますが、日清用をプラス55円ですね。しっかり上昇しています。はい。ここ直近の、ね、動きが弱かったハードオフコーポレーション、本日はプラス17円。しっかり上昇してますね。で、半導体周辺銘柄ですけれども、エルマテックとか東京レクトロンデバイス、このあたりは小幅マイナスとなっています。で、総合商社、双日ですね。本日も引き続き弱い値、ね、動きとなっています。 で、不動産銘柄に関しては、本日、弱い値、ね、動きのところが多かったんですけれども、ヒューリック・ウィル、このあたりは小幅マイナスとなっていますが、ヒューリック・リート投資法人がプラス1400円ですね、しっかり上昇しています。で、クリアマホールディングス、スターティアホールディングス、このあたりに関してはしっかりした値、ね、動きですね。で、格学セクターですが、タキロン CI だけは小幅上昇となっていますが、クラレ・電化三菱・ケミカル、このあたりはマイナスですね。で、J タワーが本日はプラス8円ということで、こちらの銘柄本日は踏ん張ってくれていたかなと思います。はい。で、フォーカス・システムズ、プラス七円ですね、しっかり上昇して いますヤマダコンサルティンググループ本日はプラス51円ということでこちらの銘柄今日は非常に強い値動きだったかと思いますで井出光に関しても一旦は下げ止まりといった感じですかね本日はプラス30.5円となっています で、ものづくり関連の銘柄に関しては本日値、ね、動きまちまちといったところなんですけれども、東洋タイヤとか日本電気ガラス特殊東業に関してはマイナスですね。一方、日本製鉄は本日プラス15円小幅上昇となっていますし、SWCC は昨日めちゃくちゃマイナスになっていましたけれども、本日はプラス50円しっかり上昇しています。あと3話もプラス8.5円ですね。で、DMG 盛製機に関しては本日プラス131円ということで、こちらの銘柄、値動き引き続き強い状況となっています。 で、小松に関しても小幅な値動きですね。はい。で、アネスと岩田とか iPhone とか、このあたりに関してもしっかりした値動きだったかと思います。で、コプロホールディングスが本日マイナス28円ということで、高いところからだとかなり株価も下がってきているんですけれども、この銘柄結構業績いいんでね、この先まだまだ下がってくるようであれば、仕込むタイミングなんかも出てくるのかなと思ってます。で、輸送用機器、イスズ自動車がマイナス13.5円ということで、引き続き続落となっているんですけれども、ヤマハ発動機がプラス7円ですね。こちらは反発してきています。 で、半導体関連ですけれども、白銅がプラス16円ですね。東京精密に関してもプラス445円ということで、しっかり反発しています。あと、キャノンもプラス47円。こちらの銘柄結構強いですね。で、タカランドカンパニーもプラス71円、しっかり上昇しています。で、ローランドとか岡村、この辺りは株価難聴ですね。で、商社ですけれども、伊藤忠がプラス38円、しっかり下値動きになっていますが、調理とか佐藤商事、この辺りも上昇ですね。なんですけれども、金松とか稲田産業とか伊藤チェネックス、この辺りに関してはマイナスとなっていますので、商社セクターの中 中でも今日は値動きまちまちといったところですで今日比較的強かったのが金融セクターかなと思いますメガバンク三菱 UFJ プラス7.5円ということで上昇していますがジャックスもプラス10円ですねオリックスもプラス15円ということでしっかり上昇していますし野村ホールディングスに関してもプラス21円株価もう間もなく1000円にタッチしそうなところまで上昇しています でアメリカの長期金利がちょっとずつ下がってきているということでここ数日間ぐらいは保険株も弱い値動きが目立っていたんですけれども今日の値動きなんかを見ていると一旦は下げ止まりといった感じですかね。で不動産セクターですがイオンモール統制この2銘柄は昨日確か上昇していたんじゃないかなと思うんですけれども本日は大きくマイナスとなっています。 はい。で、情報通信セクターですけれども、スカパー NTT が売られていますが、KDDI ソフトバンクが上昇ですね。情報通信セクターに関してもね、動きマチマチといった感じです。NTT に関しては、一旦下げ止まり感は出てきているんですけれども、上昇していく感じがあんまりないですね。はい。で、エネルギー関連で J パワーが本日はプラス6.5円ですね。で、その下アイネット本日はマイナス45円ということで、大幅下落となっています。 あとは1年がマイナスですすががクレオがプラスです、ね、で、ね。ヤマダホールディングスがマイナス1.6円ということで、まあ、こちらの銘柄に関してはね今ぐらいの水準からほとんど株価動かないんですけれどもその下モリトがマイナス18円ということで森戸が含み損が少しずつ大きくなってきています。 ということで、持ち株眺めてみましたけれども、私の持っている銘柄に関してもね、値下がりしているところ結構多かったんですけれども、反対に DMG 森製紀とか積水ハウスに関しては大幅上昇となっていますので、私のポートフォリオも一部の銘柄の大幅上昇が今日の値動きを支えてくれていたかなといった感じです。そんな結果、楽天証券に保有している金融資産額3853万1912円となっています。 次に楽天証券以外に保有している現金とかも含めた私の総資産額ですが6月6日終了時点で万円となっています昨日ですかね総資産額4,300万円を割り込んできたんですけれども総資産額万円台ままではまだもう少し遠い状況となっていますなんですけれども一旦この辺りで総資産額下げ止まってくれてまた反発していってくれたら嬉しいなと思いますので昨日もお伝えしたかと思うんですけれども総資産額の値動きは冷静に見ていきたいと思います。 はい。ということで、私の日本株のポートフォリを小幅反発という中で、日本株の主な指数には全く勝てていない状況なんですけれども、昨日、今日と値下がり銘柄数がめちゃくちゃ多かったんですけれども、その中でもね、今日は日経平均とかトピックスこういった指数は株価堅調といったところでしたので、資金の流れがね、また若干変わってきているのかなと思います。ということで、売られている銘柄も結構ありますのでね、拾える銘柄はしっかりとチャンスを伺っていきたいと思います。 はい。ということで、動画の後半ですね。私の持ち株で決算を発表した銘柄がありましたので、その銘柄の決算について見ていきたいと思います。ということで、本日決算を発表した銘柄ですが、積水ハウスですね。先ほど個別銘柄のところでもお話ししたんですけれども、6月6日は積水ハウス決算後に大幅上昇となっています。 で、こちらの決算は毎年1月が本決算となりますので、今回発表した決算が第一四半期の決算だったんですけれども、いつも通り決算端子の様りを見ていきたいと思います。ということで、まずはじめに売上高ですね。こちらが7770億円となっていまして、第一四半期終了時点で売上高、昨年から比べると9.7%増えています。 はい。で、営業利益なんですけれども、こちらが717億円ですね。昨年から比べると28%増ですね。経常利益に関しても709億円。昨年から比べると33%増となっているんですけれども、最終利益に関しては504億円となっていまして、最終利益は昨年から20%増えている状況です。 はいでこちらの銘柄なんですけれどもさっきもお伝えした通り今回の決算は第1四半期終了時点の内容なんですけれども早速業績の情報修正と配当金の引き上げを発表してきていますね。ということでその内容なんですけれどもまず業績の情報修正についてですね前回発表時点の今期の予想が売上高3兆3,420億円だったんですけれども今回の予想では3兆8,750億円となっていましてプラス幅で言うと5,330億円ですね。 増減率で言うと、プラス15.9%今回目標を引き上げてきています。で、営業利益に関しては元々の予想が2800億円だったんですけれども、こちらは今回の修正では3000億円に引き上げていますので、営業利益も今期の目標200億円ほど引き上げてきているんですけれども、経常利益に関してもね、元々の予想から110億円増えるだろうということで、会社側は見通しを出していまして、最終利益に関しても60億円ほど当初の目標よりも増える予定ということで、会社側はアナウンスを出しています。 ということで、売上高が大体16%ぐらい増えて、最終利益に関しては3%増というところですので、利益面の増え幅がね、ちょっと物足りないなぁといったところなんですけれども、今回まず第一四半期ということで、このタイミングで業績の情報修正を出してきた点は非常に評価できるポイントかと思います。 で、その理由なんですけれども、今期に入ってから海外の会社を買収したんですけれども、その買収した会社の業績を精査した結果、為替レートもね、今現時点でかなり円安で推移しているということもあって、買収した海外子会社の業績が思ったよりも上振れる予定ということで、その利益を今回、年間の業績目標に乗せてきたということですね。ということですので、他の事業に関する業績予想については修正ございませんということですので、今回の内容自体はね、新たに海外で M&A を実施した判断が正解だったのかなといった感じです。 そんな結果、今回積水ハウスは配当金の引上げも発表していまして、これさっきもお伝えした通り、まだ第一四半期終了時点なんですけれども、中間期の配当金、元々の予定が62円だったものを今回64円ということで、中間期で2円増配しているんですけれども、期末に関しても元々63円だった予想を65円で今回発表していますので、年間の配当金で言うと4円の増配ですね。で、この数字が昨年の実績から比べれば年間で6円増配ということになりますので、今回第一四半期終了時点で早くも増配を発表した点も、 かなり評価できるポイントかなと思います。で、修正の理由なんですけれども、積水ハウスは配当成功40%以上を目標にしていまして、1株当たりの年間配当金の加減は110円に設定しているんですけれども、今回さっきもお伝えした通り、 最終利益を引き上げてきたということで、その引き上げた後の最終利益から配当成功40%を計算した結果、今回の年間配当金129円に修正したということですね。はい。ということで、ホルダーとしては、今回の積水ハウスの決算の内容、めちゃくちゃ良かったなと思うんですけれども、この銘柄、もともと今期も業績いいんでしょっていうところで大体想像していたんですけれども、ある程度業績も保守的に見積もっているところもあるかと思いますので、この先も業績の情報修正と増配には期待をしていきたいと思ってます。 ということで本日積水ハウスが発表した決算の内容は個人的にはめちゃくちゃ良かったんですけれどもそれでもポートフォリオ全体としてはなかなか資産の値動き冴えない状況が続いていますのでこの先ももう少し厳しい日々が続くのかなと思っているんですけれども昨日からお伝えしている通り6月は続々と配当金が振り込まれてきていますのでそのあたりの資金を使ってこの厳しい相場の中で新しく買える銘柄がないかチャンスを見ていきたいと思います以上